僕の名前は新潮くん、小学6年生。今日も補欠か。小学4年生から地元の少年サッカーチームに所属していた僕は、自分で言うのもなんだが、最初は他のチームメイトよりも上手くて監督からも期待されていた。しかし小学5年生になった頃、周りの人たちはどんどん身長が伸びるのに、自分だけはほとんど伸びず142センチとかなりの低身長だった。そのせいでフィジカルが他の人より弱くて、当たり負けをしやすくなったり、パスが来てもカットされやすくなったりと、思うようなサッカーができなくなっていた。そして小学生最後の6年生になっても、僕は全く試合に出られないでいた。ただいま。おかえり。今日試合どうだった？勝ったけど僕は一回も出れなかったよ。そっか、残念ね。ってこら、何お菓子開けてんの？もうすぐご飯よ。今はお菓子が食べたい気分なの。試合出られなくて悔しいんだから、好きなもの食べさせてよ。あんた別に悔しくなくても、いつも勝手にお菓子食べて晩ご飯食べられなくなってるじゃないの。ちゃんと栄養あるもの食べないと体にも悪いわよ。ああもううるさいな。あなたが思うより健康です。とにかく今日は落ち込んでるからお菓子食べる。ほっといて。たくもう。ゲームなら思い通りのプレイができるのに。もっと身長が高ければ僕だって。結局やけになってスナック菓子を一袋まるまる食べてしまい、その日は晩ご飯はほとんど食べられなかった。タカト、ボール行ったぞ。任せろ。よっしゃ。タカトはすげえな。っていうかあいつ、数年前まで低身長だったのに、いきなり身長が伸びたんだよな。俺は練習後にタカトに身長について相談してみることにした。俺も低身長については結構悩んだな。っていうか前は俺よりも低かったのに、なんで今はそんなに高身長なんだ？それは食生活を変えたからだよ。食生活？まずそれ。え？今そんな炭酸飲料飲んでたら晩ご飯ちゃんと食べられないだろ？お前、俺のお母さんと同じこと言うなよ。大事なことだよ。無駄な間食をしないで、朝昼晩でちゃんと栄養ある食事をとること、これが身長を伸ばす一番の近道だよ。そうなんだ。でも具体的にどんな食事をすればいいんだ？それはね、タンパク質をたくさん摂取することなんだ。タンパク質？カルシウムじゃないの？もちろんカルシウムも大事さ。でもタンパク質も大事。オランダやアメリカなど平均身長が高い国では、肉、魚、卵、乳製品など高品質の動物性タンパク質を積極的に摂取している人が多く、逆にタイやカンボジアなどの平均身長が低い国では、そもそもタンパク質自体を摂取している人が少ないという論文も出てるくらいなんだ。すごい、そんな論文があるのか。俺が身長を伸ばせたのも動物性タンパク質を積極的に摂取するようになったからなんだ。なるほどね。タカトの成長ぶりを見てると説得力あるわ。肉、魚、卵、乳製品。どうしたの？乳製品についてだけど、やっぱり牛乳をたくさん飲まなきゃいけないのか？牛乳飲むとよくお腹下しちゃうんだけど。ああ、そういう人は乳糖不耐性である可能性が高いから、あまり無理して乳製品は取り入れない方がいいかも。乳糖不耐性？新潮くんがよくお腹下すって言ってたみたいに、乳糖不耐性の人は乳製品からそこまで栄養を摂取することができずに排出しちゃうんだ。だから無理して牛乳をたくさん飲むよりかは、別の食材でタンパク質を取るようにした方がいいんだよ。なるほど。っていうかタカトはなんでそんなに詳しいんだ？本当に同じ小学6年生か？僕がこういった知識を得られたのはこの YouTube チャンネルのおかげさ。身長ビヨーン。身長ビヨーン？眉毛先生？なんだこれ。論文などをもとに医学的見地から身長を伸ばす方法について発信しているチャンネルなんだ。今僕が教えたこと以外にも、もっと詳しく身長を伸ばす方法についてのいろいろな情報を得られるから見てみるといいよ。すごいな。ありがとうタカト。俺頑張ってみるよ。こうして僕はタカトから教えてもらった情報や眉毛先生の動画を参考に食生活を変えていった。牛乳の代わりに朝はヨーグルトを食べるようにしたり、牛肉や鶏胸肉などタンパク質を多く含む食材をたくさん食べるようにした。また卵は半熟で食べるとタンパク質の吸収率が高いらしいので、半熟のゆで卵を必ず毎日食べるようにした。すると半年経った頃、142センチしかなかった身長が一気に152センチに。平均身長ぐらいに追いついた僕はサッカーのプレーでも当たり負けしなくなり、少しずつ試合にも出してもらえるようになった。結果が目に見えて出るようになると、サッカーをするのが今までより楽しくなり、もっと上手くなるために朝早起きして自主練をし始めた。そして早起きを日課にしていると、夜は自然と早く寝るようになるので、無意識に身長が伸びやすい睡眠の取り方が習慣化されていた。そのため小学6年生でのサッカーの最後の試合を迎える頃には僕の身長は160センチを超えていた。身長くん任せた。おりゃー。身長が低くて悩んでいた僕だったけど、食生活を変えることで身長を伸ばすことに成功し、今では大好きなサッカーで活躍することができている。あの時タカトに眉毛先生の動画を教えてもらうことができて本当に良かった。身長ビヨーン。バイバーイ。